次はないな。次はない。いる？うん、はい、どうぞ。ありがとう。ねえ、明日何時？明日9時。どうせだからゆっくりしていこうと思って。結果だけだし、そんなに時間もかからないし。プレゼンも11時からだし。間に合う？ちょっとくらい遅れても大丈夫だよ。うん、てかさ、なんで降るんだろうね。大体降るよね。夜景が見たいって言った時もそうだし。香りが決めた日で降らなかった日を数えた方が早い気がする。そんなわけないじゃん。最近で言ったら結婚記念日のネズミの王国、あと結婚半年記念日のネズミの王国、結婚1ヶ月記念のミニミッキーね。なんで主役を差し置いてヒロインを出すの。楽しかったね。大雨だったけどね。人も少なかったし。嵐だったもんね。何も気にしなくてよかったし楽だったね。何も乗れなかったからね。そりゃ楽なもんだよ。思い出になったでしょ。新婚旅行みたいに。あれはない。あ、せっかくサイパンまで行ったのに。4泊5日で3泊雨だったって奇跡だよ。ほとんど降らない時期って言ってたのに。はあ、見たかったな南半球の天の川。ウニが国なら重宝されるかもね。それでか。今日間違ってお父さんの分も買ってきたの。違うと思う。そっか、週末施設にお泊まりなのに。それか。違うよ。てかさ、なんで同じの買わなかったの。有名なのはそれでしょ。だって同じ味だと他の味わかんないじゃん。もしかしたらそっちの方が美味しいかもしれないし。まあそれはあるかもしれないけど、テレビで紹介するような店だし、他のもそこそこのお味かなって。そこそこ買わないでよ。で、どう？お味は。並んでまでは上品さが画面に出てて、ちょっと残念かな。